お笑いコンビ、フォーリンラブのバビー。36が30日、自身のインスタグラムを更新。太った人形役で、高湊映画デビューしていたことを明かした。バービーは、香港映画デビューしました。と報告し、役柄については、太った人形役ですと写真を2枚添えた。ドッキリ番組の企画だと疑わなかった、ユーが、本当だったらしい。アンテア財布 AT ドラゴ N、燃えよ、デブゴンというタイトルですと説明。それでも、まだ、ちょっと信じてませんと明かした。作品は日本で見ることができないため、あなたは信じられますか?と問いかけた。また、ハッシュタグをつけ、撮影したけど、ストーリー全くわからなかった。どこかのドッキリバラエティでやりそうな企画だなと思って、ヘラヘラしてました。ごめんなさい。今年の1月に、公開済み撮影は2年前、あの、香港映画デビュードッキリどうなったかなと思って、検索してみたら、本当に実在しててビビったと綴った。突然の報告に、フォロワーからは、愉快のバービーですね。もう、国際女優、バービーさんいつも、より綺麗じゃない?アマビエ様みたい、人魚姫、蝶みたいなど、祝福の声が寄せられている。フォーリンラブのバービー、36が30日、自身のインスタグラムをさらわれた。太った人魚役で、香港映画デビューしていたことを明かした。バービーは、香港映画デビューしました。と報告し、役柄については、太った人魚役ですと写真を2枚添えた。ドッキリ番組の企画だと疑わなかった、ユーは、本当だったらしい。アンテア財布 AT ドラゴ N、燃えよ、デブゴンというタイトルですと説明。それでも、まだ、ちょっと信じてませんと明かした。作品は日本で見ることができないため、あなたは信じられますか?と問いかけた。また、ハッシュタグをつけ、撮影したけど、ストーリー全くわからなかった。どこかのドッキリバラエティでやりそうな企画だなと思って、ヘラヘラしてました。ごめんなさい。今年の1月に、公開済み撮影は2年前、あの、香港映画デビュードッキリどうなったかなと思って、検索してみたら、本当に実在しててビビったと綴った。突然の報告に、フォロワーからは、愉快のバービーですね。もう、国際女優、バービーさんいつも、より綺麗じゃない?アマビエ様みたい、人魚姫、蝶みたいなど、祝福の声が寄せられている。